それでは2015年の数学 1A 第1問の解説をしていきます。2次関数の最大値最小値の問題ですね。y イコールマイナス x の2乗プラス 2x プラス2、この2次関数が与えられていて、まず最初ですね、グラフの頂点の座標を求めなさいと言ってますから、平方完成をしてあげましょう。プラス3ですか。はい、ですので丸の1番の頂点の座標っていうのが1、3になるはずですね。あ、E に入るのが1、3になります。また新しい関数ですね、 Y イコール FX っていうのが出てきていて、 FX は X の2次関数で、そのグラフは丸の1のグラフを X 軸方向に P、 Y 軸方向に Q だけ平行移動すると。つまりこのグラフを X 軸方向に P、 Y 軸方向に Q 平行移動するんだから、頂点の座標は1プラス P と3プラス Q になるはずですよね。OK。 ということで y イコール fx の頂点の座標を考えておくと、これは1プラス p と3プラス q というふうになるはずですね。これを踏まえた上で最大値最小値を考えていくと、で、まあ、不等号のリストがあって、次ですね、 x が2以上4以下の時に fx の最大値が f2 になるような p の値の範囲を考えなさいと。今y イコール fx っていう二次関数を考えたときに、x の2乗の係数がマイナスですから、上に凸のグラフになっているのは問題ないですよね。最大値ってどういうふうに考えていけばいいのか、上に凸における最大値の場合分けは3つあるわけです。いいですか？一つは何かっていうと、こういうふうに軸があったときに、軸が定義域の2から4っていうのを含んでるときですね。いいですか？それから、軸がこういうふうに定義域の外にある場合ね、定義域の外にある場合と、この3パターンの場合分けがあるわけですね。もし軸を定義域が含んでいるとき、このときは最大値は当然頂点になるはずなんですが、今回最大値が F2 になるようにしてくださいって言ってるわけです。それはどういう状態のときなのかっていうと、こういうふうに定義域がこの軸よりも右側にある状態、言い換えれば軸が定義域の左側にある状態を考えておけば、グラフで2以上4以下の部分はこのピンク色の部分しかないわけですから、最大値は F2 っていうふうになるはずですよね。 OK ですか？はい、ですので最大値どういうふうに考えるのかっていうと、この時ですね、定義域が軸の右側にある時です。正確に言えばこの軸っていうのは、x イコール頂点の x 座標は1プラス p ですから、1プラス p っていう値と2っていう値を比べた時、定義域の左端の2っていうのを比べた時に、2の方が1プラス p よりも大きい時ですね。 OK。 正確に言えば1プラス p 小なりイコール2の時、最大値は f2 っていうふうになるはずですね。OK ですか？はい、ですので、この条件を考えてあげればいいので、P 小なりイコール1の時ですか？はい、すなわち P 小なりイコール1っていうふうにしなければいけないので、うに入るもの、ここに入るものは、小なりイコールは丸の3番ですか？丸の3が入って、次、A に入るのは2番です。あ、A に入るのは1番、1ですよね。OK？ 1っていう数字。3、1っていうのが入っていれば OK です。よろしいでしょうか？はい、次ですね、最小値が F2 になるときっていうふうに言ってます。こっち側行きましょう。最小値が F2 になると、上に凸の二次関数において最小値の場合分けは2パターンあるはずです。2パターンあります。 y イコール fx のグラフがあって、こういうふうに軸があるわけなんですけれども、もしね、定義域がちょうどこういうふうにど真ん中ね、定義域2以上4以下ですから、その真ん中である3が軸と重なっている時はどういうふうになるのかっていうと、最小値は x イコール2の時、もしくは x イコール4の時と、どっちで答えても問題ないわけですよね。 OK。 逆を言えば、ちょっとでも定義域のど真ん中ね、定義域のど真ん中が軸から外れたらどうなるのかっていうと、最小値は端っこで取るはずですよね。この時だったならば、x イコール2の時で取るはずですよね。いいですか？もし定義域のど真ん中、この3っていうところが軸から、こっち側に例えば外れたとしましょうと。こっち側にこうやって外れたとしましょうと。
それは最小値は x イコール4の時になるはずですよねと。今 x イコール2の時が最小値になるようにしたいわけですよね。 f2 が最小値になるようにしたいと。 f2 が最小値になるようにしたいと。この時っていうのはちょうど定義域のど真ん中である3が軸よりも左側にある時ですよね。いいですか。すなわち3っていうのが定義域のど真ん中なんだけど、こいつが軸以下になっていればいいと。いいですか。したがって p 大なりイコール2の時、最小値は f2 っていうふうになるはずですね。いいですか。はい、ということでこれがおかに入る答えになりますから、おに入るのが丸の2番で、かに入るのが2ですね。 OK、 丸の22っていうのが答えになります。よろしいでしょうか。では次に括弧の2番解いていきましょう。二次不等式 fx 大なり0の解がマイナス2から3になると、括弧の2と、どういうふうな状況なのかっていうと、 fx 大なり0がマイナス2から3になるっていうのは、 y イコール fx のグラフがこういう状況になればいいわけですよね。いい？すなわち fx っていうのが x プラス2と x マイナス3で因数分解できる、こういう状況を考えればいいわけですよね。いいですか。そしたらこのね、 fx イコール0の解としてマイナス2と3が出てきますからね。いいですか。ただ fx っていうのはちょっと見てみると、こいつを平行移動しただけなんだから、x の2乗の係数は絶対マイナス1のはずですよね。OK。で、こっち戻りますよ。だから fx の x の2乗の係数っていうのはマイナス1になってなきゃいけないと。x×x したらこれ x の2乗が出てきますから、ここにマイナスがつくはずですね。OK。ということで、fx っていうのはマイナス x の2乗プラス x、プラス6というふうになるはずなんですね。いいですか？さあ、今 fx の頂点を p と q 使って表してるわけですから、はい、頂点これ考えていってあげましょう。 x マイナス2分の1の2乗マイナスマイナス4分の1だからプラス4分の25ですか。はい、ということで fx の頂点の座標っていうのは、失礼、2分の1、4分の25となっていたわけですね。今これが1プラス p であり、3プラス q であるって言ってるわけですから、1プラス p イコール2分の1、3プラス q イコール4分の25。これを解いてあげればいいだけですね。OK。はい、ということで、これ解いてあげると p がマイナス2分の1ですか。マイナス2分の1で、q がどうなるんだ、4分の、だから4分の13ですか。q イコール4分の13と。いうふうになるはずですね。二次関数の最大値とか最小値を考えるときに、しっかりとね、もう常に頭の中で、整理ができている人に関して言えば、もうパッ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 とことができたんじゃないのかなと思います。9割を目指していく人たちは、この第1問の問題、10分以内でやっぱり終わらせないと、少し厳しいかなと思いますね。いいですか。はい。ということで、まあ、ここまでで第1問の解説は以上です。